その包丁、やっぱりそうだ、そいつは親父の。そう、これは丈一郎のナイフだよ。なんでお前がそれを持ってやがる。俺の秘密、特別に一つだけ教えてやるよ。料理勝負で丈一郎に勝ったからさ、名前の鈴木ってのは嘘でな、サイバーアサヒ、アサヒって言うんだ。サイバ？サイバって丈一郎さんの旧姓？じゃあな、第一席。もう一回勝負しろ。相馬くん、味がクロスして別の次元に到達してた。お目覚めかな、エリナ姫。エリナ姫について俺が雪平に言ったこと聞いてたんだろ。あれ本気だぜ。俺は君をめとる。これはどういう。でも彼が他の人にはない何かを感じさせるとは前から思っていたわ。一体何なのかしらこの感覚は。あら、道島だ。ブルーも楽しみだと言いたいところなのだが、その前に一つ耳に入れておきたいことが。サイバーアサヒという名を聞いたこと。サイバーアサヒ、それが鈴木先生の本当の名前なの？サイバ、つまりどういうことだ。それで雪平君は？今日は実家みたい。たまにはお店に風を通しときたいからって。雪平の父上、サイバシェフの関係者だというのか。まさか隠し子。兄ちゃん、確かな証拠もないのにそんなこと言っちゃダメだよ。そうだな。よくわからないけど自分ではそう言ってた。よしっと、上も開けとくか。おやじ。おお、なんだいたのか相馬。そういや銀が言ってたけど、お前ブルー出るんだって。ビビって俺みたいに危険とかすんじゃねえぞ。あするかよ。